野々宮さん、鎌滝ですけど。私はエリ、一番成果という会社で社長をやってます。ほっほっほっ、ラッキーじゃん。 OKOK、 黒字きた。若いもんには負けんぞ。今回の2万いきましたね。会長が会長なだけにね、率先して、なんていうのかな、ケツ持ちとして来るんじゃないかなって思ったんだけどね。さっきは最高に気分良かったな。人様にこんなに褒められたの久しぶりだわ。そうだな。ん？誰これ？おーい、野々宮さん。ん？なんだあの姉ちゃん。酔っ払い？酔っ払いって書いてあったっけ？女性に話しかけろ。もう野々宮さん行っちゃったよ、向こうに。お休みかな。あ、エリって子みたい。野々宮さん、鎌滝ですけど。あの、何か用でも？もしかして面接希望とかですか？え？あ、いえ、面接じゃないんですが。あなたは？ああ、俺は春日ってんだ。一応この店に雇ってもらってたものなんだけど。店員さんですか。すみませんが、野々宮さんいらっしゃいますか？今日会う約束してたんですけど。え？ああ、いや、ひょっとして知らない？はい。その野々宮さんは亡くなったんだ。え？おい、この姉ちゃん白目向いてるぞ。しっかりしろ姉ちゃん。野々宮さんとどういう関係？白目向くほどって。ちょっとは落ち着いた？すみません、ありがとうございます。ずっと電話がつながらなくて何かあったかとは思っていたんですが、まさか亡くなっていたなんて。まあそりゃ驚くよな。ところで姉ちゃん、名前は？私はエリ、一番成果という会社で社長をやってます。はいはい。エリちゃんか。社長ってすげえな、若いのに大したもんだ。一番成果っていいな。俺も名前一番って言うんだ。春日一番、奇遇だな。そうなんですか。横浜で一番おいしい店にしたいっていう思いで祖父がつけた名前なんです。看板商品も一番せんべいで。へえ、食べてみてえな。それで野々宮さんとはどういう関係で？野々宮さんは私に代わってうちの会社の社長に就任してくれることになっていたんです。今日はその件でお伺いしたんですが。そうだったの？え、野々宮さんが社長に？あれ、ご存じない？手広くやろうとしてたね、あの人。だって姉ちゃんの会社一番成果ってことはお菓子屋だろ？風俗じゃねえもんな。はい、もともとは祖父が作ったせんべい屋から始まった会社で、祖父が亡くなり父の代になってからは他のお菓子の販売や飲食店経営なんかも手掛けるようになったんです。美人町の中ではそこそこ有名で、そこそこ大きい会社に成長してたんです。けど実は3年前、父が病気で亡くなってしまいまして、母も幼い頃に亡くなっているので後継者がいなくて。その頃私はまだ学生だったんですが、父や祖父の思いの詰まったこの会社をなくしたくなかったので、学校を辞めて私が継ぐことにしたんです。私なりに必死に勉強して頑張ったつもりなんですが、私は完全に素人ですし経営は苦しくなる一方でした。そんな中、甘い話を持ってきた詐欺師みたいな連中にあっさり騙されてしまって、そいつらにほとんどの店と事業を奪われてしまったんです。
ひでえな。結局残ったのはせんべい屋だけ。本当、父や祖父に合わせる顔がありませんよ。借金もできてしまって、このまま続けてもさらに傷口が広がるだけ。そう思って不本意ながらもう一番成果を締めようと思っていたんです。でもそんな時、救いの手を差し伸べてくださったのが野々宮さんなんです。野々宮さんはもともとうちのせんべい屋の常連さんで、私が赤ちゃんの頃から娘のように可愛がってくださっていたんですけど、うちのピンチを聞きつけて協力を申し出てくれたんです。店の借金を全返済してくれて、その上で俺と一緒にこの会社を立て直して、このうまいせんべいの味を守ろうって。へえ、野々宮さん男気あるじゃねえか。見直したぜ。なあ、俺はてっきり野々宮さんは弱みにつけ込んで姉ちゃんをこの店で働かせるような人間だと思ってたぜ。他の人にはどうか知らないですけど、野々宮さん私には優しかったから。しかしよ、いくら常連とはいえ社長を引き受けるなんていうか、もっと金を稼ぎたかったのかね。それもあると思うけど、多分あいつの夢のためよ。夢？うん、偉人町で大きな会社を経営する、それが昔からあいつの夢だったの。酔っ払った時に何度も聞かされたわ。でっかい会社を作ってこの町に受け皿を作りたいんだってね。受け皿？偉人町の受け皿。偉人町は行き場をなくしたどん底な人間が集まる町。この町ですら居場所をなくしてしまった人間はもうどこでも生きていくことができない。だから俺はそんなどん底にいる行き場のない連中を全員受け入れられるようなでかい受け皿を作りたい。乙姫ランドもそういう思いでやってるんだってね。ご立派な考えじゃねえか。まあそんなこと言っておきながら、従業員に無理させまくるブラック経営をしてたくらいだから、どこまで本気だったのかわからないけどね。でも確かに実際行き場のない俺たちを受け入れてくれたのはこの店だけだった。野々宮さんは本気だったんじゃねえかな。私も野々宮さんは本気だったと思います。じゃないとこんな金の匂いのしないせんべい屋引き受けてくれませんよ。もっとお金になる話は世の中にたくさんあるんですから。さて、じゃあ私はそろそろ帰ります。皆さんご迷惑かけてすみませんでした。でも会社はどうするの？閉めようと思います。え？私なんかが社長を続けていくのはやはりもう限界です。代わりの経営者が見つからないなら畳むしかないと思います。才覚のない私がこのまま経営したところで、遅かれ早かれ会社は潰れる。きっともう潮時なんですよ。姉ちゃんは本当にそれでいいのかよ。大切なお父さんたちとの思い出が詰まった会社なんだろ。嫌ですよ本当は。だって私の大好きなパパやおじいちゃんが一生懸命育てて守ってきた会社なんですから。でも野々宮さんにも頼れないし、赤字続きで従業員もほとんど離れてしまった。
もう私には頼る人も打開策もないんです。どうしようもないんです。でも全ては身から出たサビ、悪い奴らに騙された私がいけないんです。何やってんだろう私、本当に情けない。エリちゃん、よし、わかった。え、何が。姉ちゃん、安心しろ。あんたの会社、俺たちが何とかしてやるぜ。はあ。え、いいんですか。おう、ドンと任せておけって。ここで会ったのも何かの縁だ。名前も一番成果なんて。運命感じるじゃねえかなあ。お前何言ってんだよ、本気か。だってよ、このまま放っておけねえだろ。かわいそうじゃねえか。それにこの町に受け皿を作りたいっていう野々宮さんの熱い思いに俺共感したんだよ。そりゃ俺も共感はするけどよ、経営なんてそんな甘いもんじゃねえんだぜ。わかってるさ。だけどよ、野々宮さんは俺たちの恩人だろ。行く場所のない俺たちを唯一受け入れてくれたのはあの人だぜ。俺は叶えてやりてんだよ。俺たちの恩人が志半ばで叶えられなかった夢をさ、それがあの人への恩返しになるんじゃねえかって思うんだ。いっちゃん恩返しか。お前らしいな。まあこうなったらどうせこいつは俺たちの言うことなんて聞かねえ。やってみりゃいいじゃねえか。応援してるぜ。ありがとう。で、あれ、足立さんやらないの。お前ならやれる。頑張れよ一番。町の人を救うなんて勇者みたいでかっこいいじゃねえか。一番ならできると思うわ。頑張ってね。一人で。おお、あの、やっぱ俺だけ。春日さん、その本当にいいんですか。え、なお、男に二言はねえ。社長だろうが総理大臣だろうが大統領だろうが何だってやってやるぜ。ありがとう、本当にありがとうございます、春日さん。おう、よろしくな、エリちゃん。はい、それじゃあ早速うちの会社を見てもらえればと思うんですが、よろしいですか。わかった。よっ春日社長。よっ春日社長。よっ春日社長。お前らな。こういった経緯でね、会社経営が解放されるんだったんだね。野々宮さんが予定では社長になるはずだったんだ。はい、これでね、会社経営のシステムが解放されます。頑張ればお金が儲かると聞いてます。あ、ここなんだ。ここがうちの会社です。あれ、1階は販売所になっていて、細々とせんべいを売ってます。へえ、昔俺ここ通ったよ。うん、何回か通ってるよ。なんだろうって思ったけど、マップの一番ね、左の中央ぐらいにある店ですね、これ。からここなのか。はい。ただ、騙される前は従業員も多かったから、もっと大きなビルに移っていたんです。結局、身ぐるみ剥がされて、また元のこの場所に戻ってしまったんですけどね。さあ、事務所は2階です。ついてきてください。なあ。ここが事務所か。狭くて汚いところですみません。おお、エリちゃんおかえり。この人がメールで言ってた。そう、春日さん、野々宮さんの代わりにうちの会社を手伝ってくれることになったの。春日さん、私の祖母です。
私に残された唯一の家族です。体の調子がいい時は下の販売所の手伝いをしてくれたりしています。鎌滝トメじゃ、よろしゅう。トメさんか、春日一番だ、よろしくね。ちょっと年がいっとるし変な髪型じゃが、骨太でいい筋肉をしておる。なかなかいい彼氏じゃないか、エリちゃん。ちょっとおばあちゃん、彼氏とかじゃないから。人の話聞いてた？本当にもうすみません、春日さん。いや、ニワトリがいる。びっくりした、コケコッコだって。コケコッコ。なんてニワトリが。その子はうちのペットのコケコッコです。会社のマスコット的な存在で、とってもいい子なんで安心してください。美味しい卵も産みます。おお、よろしくな、コケコッコ。さて、まずは経営の仕方をお伝えしなきゃいけませんね。そうね、レクチャーさせていただきたいので、準備ができたら声をかけていただけますか？わかった。会社経営の仕方よく分かってないですからね。はい、春日はね、せんべい屋の社長になりました。これでまあお金を稼ぐところはできたんですけどね、まだやり方が分かんないんで、ちょっとね、聞いていきましょうか。経営の仕方を説明します。準備はいいですか？ OK。 おう、いいぜ。それじゃあひとまずやってみましょう。何をするんだろう。まず株主総会があるのは知ってんですよ。それ以外のことがね、全く分かんなくて。春日が社長となり、物件の、売り買いや営業で利益を上げて会社を成長させていく経営、会社経営シミュレーションです。横浜で一番の会社となるべく、株価ランキング1位を目指します。会社経営は営業4回、決算報告、株主総会までを一期として進行していきます。なお、会社の経営資金は春日の所持金として使用することはできません。逆に春日の所持金は会社の、経営資金として運用することもできませんと。春日さん、会社、経営は営業の売り上げで利益を上げることが基本です。経営の雰囲気をつかむため、早速営業をやってみましょう。はい、結果予想、現状だと22万のね、マイナスになるみたいです。もうこれ、あ、そうか、営業やんないとダメか。よっしゃ、営業開始だ。すんげえお金が飛んでいってんだけど、大丈夫か。37万マイナスで、こっから売り上げ。社員はやる気に満ちている。営業開始。じゃあ始めますね。うまいこといきましたな。あ、こんな感じなんだ。かわいいね、ミニカスが。うまいこといきましたな。カリスマ店員がいるみたい。ついてないな。返品のトラブル発生。早送りできんだね。早送りしようか。いいわね。あ、営業終わっちゃった。今回の営業結果です。あ、25万。これは厳しい。いや、厳しすぎる。物件の維持費と人件費でマイナスって感じだね。やべえ、大赤字じゃねえか。あ、レアリティがあるみたい。営業、従業員か、従業員にレアリティ。株価大幅ダウンだ。150位だって。何これ、焦げちゃった。下がっちまったか。ランキングがダウンしました。あ、やばい、ブラック企業になっちゃった。まずいぞ。150位以下、未満か、未満になっちゃったから、ブラック企業の扱いになっちゃったね。とまあこんな感じで営業を重ねていきます。どうです？割と簡単でしょ？
なるほどな。ってちょっと待てよ、なんか成功したような口調で話してるけど全然赤字じゃねえか。うー、痛いところをつきますね。今うちにはろくな従業員もおらんし、設備もボロボロじゃ。そりゃ普通にやっていたら黒字にはならんよ。じゃあどうすりゃいいんだい。お金を使って設備をグレードアップするとか、広告を打つとか、優秀な人材を確保するとかしないとダメですよね。そのためのお金は？ありません。じゃあどうすりゃいいんだよ。それを考えるのが彼氏の仕事じゃ。マジかよ、とんでもねえものを引き受けちまったな。わかったよ。じゃあとりあえずどうにかして設備とか人に投資するための金を確保する手立てを考えようぜ。でもうちなんかに出資してくれる人なんていないし、また借金するしかないですかね。せっかく野々宮さんに返済してもらったのにな。彼氏誰かおらんのか？資産家の知り合いとか、金持ちの親友とか、石油王の幼馴染とか。一人だけいる。俺はヤクザ上がりの無職だぜ。そんなのいるわけ。あ、どうしました？いや、一人いるな。メルトモがね、カスガの初めてのメルトモというわけなんだよ。頼むよニック大型、俺はこの会社と野々宮さんの思いを守りたいんだ。少しでも構わねえから出資とかいうのをお願いできねえかな。せんべい食ってるよ。え？どうしたの？ニック大型。エクセレント！一番の人を思う心、すごく胸に刺さったよ。感動した、エモーショナル。お安いご用さ、僕が君の会社に出資してあげよう。本当か？サンキューニック大型。だが僕も経営者の端くれ、無条件で金をばらまくほど甘い人間じゃないよ。出資するからには3つの条件を飲んでもらいたい。条件？ああ、それが飲めるなら出資を約束しよう。マジかよ、やるやる、何でもこいだぜ。で、条件っていうのは？まず1つ目は会社の資金をマイナスにしないこと。要は僕の渡す準備金も含めて会社の所持金が絶対にマイナスにならないようにしてくれ。もしマイナスになったら、こちらもそれ相応の手続きを踏ませてもらわざるを得ない。ボランティアじゃないからね。それでも構わないかい？ああ、もちろんだ。よろしい。では2つ目、決められた期間内に横浜の株価ランキング100位以内の企業になること。株価ランキング？ああ、会社の価値を司っているランキングだよ。株価が上がればランキングも上がる。そのランキングで100位以内に入ってくれ。まあ一番や会社のポテンシャルを考えたら100位以内なんて余裕だと思うよ。だから緊張感を出すためにも期限を設けたい。期限は後ほど連絡するつもりさ。それでいいかい？わかった。で、3つ目は？最後の条件は、時間はいくらかかっても構わない。最終的に株価ランキングで1位を取ってくれ。株価ランキング1位？まあ簡単に言うと横浜のてっぺんを取れ。横浜で一番の企業になれってことさ。それが約束できないような経営者に僕はお金を払うつもりはないんだ。さあどうする？やるに決まってるだろう。よくわからねえけど、やるなら一番だ。横浜で一番成果を、一番でけえ会社にしてやるさ。交渉成立だね。オッケー。じゃあすぐに支度金代わりに第一段階の出資をしよう。まずはその金を使って設備を整えるなり、社員を入れ替えるなり、教育するなり、好きにするといいよ。わかった、ありがとうよニック大型。感謝の必要はないよ。君の会社が無事に育ったらこちらもきっちり回収させてもらうつもりだからね。期待しているよ。じゃあアディオス。いつまでかね、期限。300万とりあえず。金じゃ。彼氏
やるじゃないか。お主になら抱かれてもいいぞ。本当にありがとうな、ばあさん。気持ちだけ受け取っておくぜ。すごいです。ありがとうございます、春日さん。お礼ならニック尾形にいな。それにただもらえたわけじゃねえ、条件付きだ。資金をマイナスにしない、期限内に株価ランキングを100位以内にする、そして最終的に株価ランキング1位を獲得するの3つですよね。ああ、ニック尾形の気持ちを裏切るわけにはいかねえ。その約束は絶対守らねえと。100位以内か、難しいかもしれんが頑張るしかないの。じゃあ早速この資金を使ってうちの会社の立て直しを始めましょう。春日さん、準備ができたら声をかけてください。わかった。あ、500万だって。500万の、資金援助を受けました。はあ、マジで5期以内に株価ランキング100位に到達しないといけないみたい。5期、まあターン数で言うと5ターンですよね。うん、5ターンでか。ニックさんから500万ね、資金をいただいたんで、ちょっとそれで立て直していければいいかなと。おう、いいぜ。思いますね。それじゃあ早速やってみましょう。まず設備かな。うん、設備と人員、ここはね確実に強化しておきたいところ。春日さん、ニックさんの資金を無駄にしないために一番成果の現状を見直していければいいと思います。まずは一番成果の確認から始めましょう。物件の詳細、物件管理から確認できます。物件確認。さて、物件管理では、物件の売り買いや、強化が可能なのですが、今のうち大事なのは人材の配置かと思います。どうも私は、物件に適した人材の配置が苦手みたいです。人材配置の見直しお任せしますと。これかな。ということなんで、今これが人件費だよね。人件費が16万かかってると。これを、物件には、営業売上を左右する必要能力ラインが設定されています。商品サービス知名度の各能力がラインに達していないと営業での売上低下やトラブルが発生するというデメリットがあります。商品サービス知名度が、必要能力ラインを超えるように社員の配置を入れ替えてください。あ、トメさんもいるし、待って、コケコッコもいるよ。コケコッコ、従業員っぽいですね。あ、下に出てるね。あのラインを超えればいいんだね。どうすっかね。あ、なるほどね。愛さんはね、結構パラメータでかいんだけど、見てください。この古谷とヒロジーさんがね、あの、経営のところのパラメータが低いんで、あれなんだね、経営のところのパラメータと株主総会でのね数値っていうのがね分かれてるみたいですね。なんでここはバランスよくって感じなんですかね。まずね、そうだね、ラインだよね。ラインを整えていければいいかなと思います。 I さんはね結構でかいね、一つのパラメータが。じゃあここは、ここはね、トメさん入れよう。トメさん頑張るぞい。トメさん頑張って。でトメさん入れて待って、コケコッコのパラメーター古谷よりか上で、これはねぜひともコケコッコ役職バイトだって。よしよしよし、サービスがね、上がってないけど、これで、知名度と商品のパラメーターを上げることができたんで、まあ、先よりかトラブルは発生しないんじゃないですかね。あれだね、あのヒロジーさんの休業がめちゃくちゃかかってたね、15万。あとは、あ、全員3万円だって、この給与。給与3万でこれだけのパラメータ値はいいですね。大きいと思う。春日さん、まだ人材配置の問題は改善できていないようです。え？社員を入れ替えたり、配置場所を変えることによって、なるほどね、変わるのね。はっはっは、任せんしゃい。ああ、なるほど、そうなのね。リーダーにすることによって、パラメーターのあれが変わるんだね。一番成果では、5名の社員を雇っていますが、正直なところ人件費が適切とは言えず赤字の原因となっています。心苦しいのですが、2名ほど解雇すれば問題は改善できそうです。春日さん、現在物件に配置していない、2名を解雇してください。
すんませんね、ヒロじいさん。あなたが一番給与もらってんだよ。申し訳ないけど、ちょっとここは解雇させてもらう。お世話になったのは、すまんすまん、本当にすまん。で、あと古谷、あんたもね、ちょっとコストと能力が見合ってないから申し訳ないけど、縁がありましたらまた、はい、また縁があったらよろしくお願いします。現に配置していない社員の給与は余剰人件費として売上から差し引かれます。経営が安定しないうちは無駄な社員を雇用して経営の圧迫をしないようにしましょう。あ、だから、余裕がなければ必要最低限ってことですね、うん、あ、これで見てください、ね、収益が発生しました。営業開始。よっしゃ、はい、営業開始だ。じゃあここから売上回収していこうか。社員はやる気だ。オッケー。じゃんじゃか稼ぐとするかの。いいわね。頑張れ。いいぞいいぞ。ほっほっほっ、ラッキーじゃん。オッケーオッケー。黒字きた。若いもんには負けんぞ。2万いきましたね。よかったよかった。これはでかい。素晴らしい結果ですね。よっしゃ。あ、で、よくやったぞ。レベルが上がりましたね。うん。こんな感じね。あ、キープだ。株価キープ。240万。ね、上行きたいね。よっしゃ、黒字が出たぜ。すごい、やりましたね。ニックさんの資金のおかげですね。やっぱり投資すると経営状況は良くなるんじゃの。稼いだ金をどこに使うかがやはり経営は大事じゃな。今んとこあれだけどね、ニックの資金使ってないけどね。うん、ただ雇用の配置変えて辞めさせただけなんだけど、まあそれでもね、黒字になりましたね。じゃあこっから社員とか設備をね、整えていければいいんじゃないですかね。うん、人を重視するのか設備を重視するのか、やり方はいろいろあるけど、今だけでなく未来を見据えたお金の使い方が大事かもしれないね。未来を見据えた金の使い方か。経営ってのは決断の連続なんだな。奥が深いぜ。でも一度黒字が出せましたし、ここから軌道に乗せていくことはできると思います。絶対一番成果を復活させてみせる。株価ランキング100位以内を目指して頑張りましょうね、春日さん。いや、春日社長。おう、コケコッコはね、結構頑張ってくれましたね。コケあ、偉人帳の受け皿がね、今完了しました。コケコッコがね、デリヘルで呼べるみたいですね。どういったことしてくれるのかな、コケコッコは。まあね、今回はですね、会社経営のね、サブクエストがね、受注されたんでやらせてもらいましたがね、今後はですね、ちょいちょい、まあ、こちらの方の動画も撮っていってね、どんどん企業を成長させていければいいかなと思います。はい、それではまあ本日のね、龍が如くセブンはここまでとしておきましょう。ありがとうございました。またね、あのメインストーリーの方もね、進めていくんで、よければね、続きを見ていただければすごく嬉しいです。よろしくお願いします。それでは島津の龍が如くセブンでした。失礼させていただきます。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。